どうも、小林です。今回は増設に見張りが詰めることになったので、5の 3P のレベリング、補給感狩りも含めてなんですけれども、装備方法がちょっと変更できるかなということで、今回動画で紹介していきたいなと思います。人によって装備の積み方って、連撃装備の人もいるとは思うんですけれども、随伴の駆逐艦、自分の場合は特に機関に MVP を集めたいために、今までずっと、見張り員、電弾、魚雷の3本装備をやってきました。一応運営から言うには、水上電弾と見張り員の装備で、回避率がアップするっていう情報もあったり、あとこれの固有カットインが、どのぐらいだったっけな、 1.3 倍のかける1回攻撃だったかな。で、威力が低いので、敵を倒しつつ MVP を取らない程度の威力で抑えられてるっていう状況の装備だったんですけれども、ただやはり運が低いと発動率が非常に低くて、で大体単発魚雷撃ってミスになって終わるってことが多かったんですが、今後、見張り員を造設に積めるようになった場合、一応造設に見張り員を積んで、さらにそこに余った部分に手法を積むことで、カットイン3点待ちの装備にすることができます。一応今まで通りの見張り員電弾魚雷のカットイン、それと手法魚雷電弾の 1.3 倍の1回攻撃ですね。すみません、魚雷見張り員電弾が 1.2 倍の1回でした。さらにもう一つ、手法魚雷カットイン、これが出ちゃうとちょっと MVP 取られちゃう可能性もあるんですが、これが 1.3 倍の2回攻撃なので、連撃よりちょっと威力高いので、若干 MVP を取られちゃう可能性もあるんですが、以前よりやっぱカットインの発動率が高くなると、やはりその1戦目での事故が減るっていう状況が出てきましたので、増設に穴を開けて回るってことを考えると、ちょっと難易度高くなってしまうんですけれども、もし余裕ある方はこれの装備がおすすめかなと思います。ということで、一回ちょっと行ってみたいと思います。野戦ね、望むところよ。ということで、見ていきます。自分がやってる感想で体感なんですけれども、以前より打ち漏らし率は倍ぐらい変わったんじゃないかなっていう気はします。ここは運よく中波で耐えてもらったんでよかったんですけれども、ここからカットインの発動率ですね。これは手法魚雷カットインなので結構よく出ちゃうので、たまにこれだとカットイン、でちょっと MV 取られちゃう可能性あるんですけれども、これは手法電弾魚雷、これ外したな。でこれが見張りいつものですね。今回外率いいな。ただ結構外してるな。一応こんな感じで、以前より本当にカットインの発動率が非常に高くなってるかなっていう気がします。やっぱ3点待ちだと。だいぶ打ち漏らしが減るので、事故が、1戦目撤退の事故が減るかなという気はしました。この装備でいくと。問題はありません。ただやっぱり手法魚雷のカットインが出ちゃうと、どうしてもそのMVP を持ってかれちゃうっていうデメリットは増えてくるんですけれども、そこを取るか、道中とか、道中、補給マスの殲滅率を上げるかの2択になってくるのかなっていうところですかね。自分はもうちょっと、手法魚雷カットに出たら、しょうがないっていうふうに思ってしまって、割り切ってもやってるんですけれども。逃げるなら今のうちだよ。手法も1本積んでる。手法の単発攻撃もたまに出るんですよね。魚雷だけじゃなく。命中させちゃいます。これ持ってかれちゃうかな。300出ちゃうとちょっと厳しいかな。でもちゃんと MVP はヘビスを持ってきましたね。従順クラスだったら、連撃で、抜かれることは光栄です。そこまでないかもしれないですね。駆逐を育成していくとなると、連撃の駆逐だともしかしたら持ってかりやすくなっちゃうかもしれないんですけれども、
こんな感じですかね。艦隊ということで、今回は5・3ピンレベリングで増設に見張りを積んだ装備紹介をやってきました。もし参考になれば幸いです。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。